C 外区の西新井警察署栄一外区の大型商業施設、アリオ西新井西新井ヌーベルは東京都足立区が指定する地区計画西新井駅西口周辺地区地区計画の栄光区に位置する開発拠点地区である。開発主体は都市再生機構で所在地は西新井栄町一丁目である。敷地面積は14.5ヘクタールに及ぶ。本地区は 大手町から1 0キロメートル圏にあり、東部伊勢崎線と東部大市線が乗り入れる、西荒駅の南西側に隣接する。従前の土地利用は、日清房石東京工場であり、1998年に、現在の H ガ区を除く11.6ヘクタールの土地を、都市再生機構が取得した。名称の一部である、ヌーベルはフランス語で、新しいを意味する。このか。 自外区業者が独自につけた名称として、西新井駅前複合都市開発がある。西新井駅、西口駅前広場と、お竹橋通りを結ぶ、桜山道は、道路幅員が22メートルと開発拠点外区の、道路では最も福音が広く、シンボル性の高い道路として位置づけている。その名称の通り、街路樹として、ソメイヨシノや、 筒子などが植林されており、西新井大師への新たな参道としても機能する。各外区の角地には、街角広場が設けられており、外区を越えた広場の連携を図っている。西新井ヌーベルの道路は概ね格子状に配置されているが、F1 外区では歩行者専用通路、エコモダンの道が斜めに貫通している。この歩行者専用通路によって、斜めの導線を確保しており、 都市から自然へ連続する食景空間を演出している。エコモダンの道の奇襲点には、ディオ広場とカルテット広場として、広場上の空地を設けており、ゲート制の創出を図っている。G 外区の南側は都市公園として、西新井栄公園が設けられており、シンボルツリーとして、白河市が植林されている。西新井駅に最も近接する A 外区は、商業施設、 カサージオが開店しており、西新井ヌーベルの玄関口となっている。お竹橋通りに隣接する H ガイクは、複合商業施設、アリオ西新井が開店しており、伊東洋華堂と東方シネマズ、他アリオモールと称する111の専門店街がある。分譲マンションは、B ガイク、D ガイク、E ガイク、G ガイクに4棟、賃貸マンションは C 区、C ガイク、F1 ガイク、 F2 外区に4棟建築されている。これら8棟の倉庫数は約2000個となる。D 外区は大体地として計画され、用途地域も純工業地域のまま据え置かれているが、2014年に分城マンションが竣工した。最寄り駅は東武伊勢崎線、東武大市線西新井駅である。東京メトロ日比谷線と東京メトロ。 半蔵門線の直通列車が停車する駅であり、足立区のターミナル駅である北千住駅までは、急行、区間急行、準急、区間準急で4分である。最寄りの停留所は、西新井駅前停留所、西新井駅西口停留所である。池袋駅に直通する、都営バスの O40 号系統、赤羽駅に直通する、国際工業バスの赤27系統、赤23系統、 東部バスの西01系統などが停車する。本地区の西側に、お竹橋通りが隣接しており、南に4キロメートルほど進むと、日光街道と合流する。また、北側に関7通りが近接している。最寄りのインターチェンジは、首都高速中央環状線の千住新橋で入り口で、あり、同線の大木大橋で入り口、首都高速六号三里線の貨幣で入り口も、 利用圏内にある、ありがとうございます。